皆さんこんにちは、トップ13です。さて、先日のスタリライブ配信中にて、スターライトとある作品がコラボすることが発表されました。それが、シュタゲこと、シュタインズゲート。2009年のゲーム1作目の発売から現在まで、様々なメディアで展開され、多くのファンに支持される大人気 SF 作品です。特に、2011年に放送されたテレビアニメ版の知名度が高いのではないでしょうか。さて、この動画をご覧になっているシュタゲファンの皆様方の中には、こう思われている方もいるのではないでしょうか。エルスターライトって、どんな作品なんだろう？ということで、テレビアニメ、少女歌劇、レユースターライト、について簡単にご紹介いたします。この作品は、2018年夏に放送された演劇を題材としたアニメです。演劇学校に通う9人の少女たちが、舞台の頂点、トップスター、の座をかけて、秘密のオーディションに臨む、というのが大まかなあらすじです。あんまりシュタゲと関連性がないのでは？確かにレユースターライトは、SF 作品ではありません。でも、共通点はあります。その1、バナナが出てくる。その2、伏線、考察ポイントがめちゃくちゃ多い。そしてその3、タイムリープ要素がある。と、こんな具合に、少し変わった作品であることが伺えるかと思います。レユースターライト公式チャンネルでは、1話を無料で公開しています。概要欄にリンクを載せておきますので、ご興味があればぜひご覧ください。また、私が過去に上げた動画で、レユースターライトについて、初見の人向けにまとめた動画を上げていますので、導入としてご覧いただければ幸いです。動画のコメント欄で質問いただければ、可能な範囲で回答いたしますので、お気軽にどうぞ。私もこれを機に、シュタゲをしっかりと見ていきたいと思っています。メール？というわけで、レユースターライトの紹介は以上となります。最後に、このコラボを通じて、お互いの作品の理解がより深まることを願って、動画を締めたいと思います。最後までご視聴、ありがとうございました。お、バナナが温まったかな。